第3代グーイディア男爵及び、第23代ウィラビーデエアズビー男爵アルビリック、ドラモンドイコールウィラビーは、イギリスの貴族、アルビリックドラモンドウィラビーの墓、2016年、撮影。第22代ウィラビーデエアズビー、男爵ピーター・ロバート・ドラモンド・バレルと、サラ・クレメンティナ・ドラモンドの長男として、1821年12月25日に、生まれ。 30日にハノーバースクエアの成城寺教会で洗礼を受けた。出生名はアルビリック・ドラモンド・バレルだったが、1829年6月26日に、ジョージ4世の認可状を得て、生をドラモンド・ウィラビーに改めた。1865年2月22日に、父が死去すると、ウィラビーでエアズビー男爵、グーイディア男爵、純男爵の爵位。 そして式部教の世襲権の2分の1を継承した。1867年8月16日、貴族院議員に正式に就任した。1870年8月26日に、死去、9月2日に、エデナムで埋葬された。生涯未婚だったため、純断尺とグアイディア断尺の尺位は、おじ、リンジーメリック・ピーター・バレルの息子、ピーター・ロバート・バレルが継承。 ウィラビーでエアズビー男爵の爵位は二人の姉、クレメンティナ・エリザベスとシャーロット・オーガスター・アナベラの間で保持者不在になった。ありがとうございます。